こんにちは、マキシです。こんにちは、今日はお友達が来てます。今日は通訳の一日を紹介したいと思います。そのために通訳のお友達にちょっとインタビューしたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前教えてもらってもいいですか？はい、トドロキヨシアキと申します。ああ、すごい。で、通訳の仕事をされてて、どういう仕事が多いんですか？そうですね、製薬とか自動車とか不動産関係の通訳をさせていただくことが多いですね。同時通訳とか社長さんの提携のお話とか、そういったところの通訳をさせていただくことが多いです。あ、そうなんですね。で、そうすると個人じゃなくて会社とか社長さん、法人向けに通訳してるってことですよね。そうですね、会議通訳としてやっていて、母も同時通訳だったので、そこの通訳エージェントを使いながら、やっているというところと、あとは自分自身でも個人で会社を立ち上げているので、そこからもいろいろ翻訳の仕事とか受けたりしています。なんかその通訳の仕事を知らない人もいるかもしれないので、はい、なんかその通訳の仕事の一日を紹介することはできますでしょうか？はい、通訳の仕事、だいたい9時から5時ぐらいに通訳の仕事の依頼が来ることが多いので、9時スタートの場合はだいたい8時30分ぐらいにお客様のところに行ってスタンバイっていう時間があるんですけれども、30分前だとやっぱギリギリになってしまう可能性があるので、僕はだいたい8時ぐらいとかにはですね、その最寄りの駅とかについていて30分カフェとかで過ごして、そこで8時半からスタンバイをするという形ですね。で、9時から12時まで、15分ごとに休憩をしながら、回していってですね、1時間ぐらい、お昼ご飯とかを食べて、また1時から5時まで15分ずつ休憩をこう、お互いに回しながら、通訳をしていくっていうところで、ちょうど5時になるともうだいたい残業時間とかもかかっちゃうので、そのまま17時までであれば17時に終わって、そのまま家に帰るっていう感じですね。その通訳のお客様だと、なんか私の場合だと1日という予定が、気がついたら話す内容が多すぎて、次の日もまた仕事お願いできますでしょうかとか、あとそのやっぱり半日だけで終わるとしても、気がついた1日がこうなっちゃうというか、なんかその辺はどうしてるんですか？結構もう発注をすでに事前にいただくことが多いので、3日間だけお願いしますとか、1週間丸々で入ることもありますし、たとえ、1日っていう予定であっても、もし例えば会議が早く終わったりしてアジェンダが残ってなかったりとかすると、もうそのまま半日で、料金は変わらないんですけれども、半日で終わるっていうことはありますね。そうなんですね。海外のエージェントとかは関わったことありますか？海外の、会社さん、お客様のクライアント様で海外の会社さんっていうのは多くあるんですけども、海外のエージェントの仕事は受けたことはないです、ね。そうなんですね。あとはなんかその仕事の中でなんかこう一番こうなんかなんかこう覚えてる仕事とかなんかありますか？そうですね、結構不動産の仕事とかはすごく自分自身もビジネスとかの勉強をしていたところがあったので、なんかそういった業界とかはすごい面白そうだなっていうのは感じたりしますね。で、あとそのなんかこう初対面じゃないですか、お客様が。なんかその前に、はい、通訳をする前に、どうやってそのお客様とさらにその目的、短い間の時間の中にお客様の目的にこう得るために、どんなふうにお客様と仲良くしようとするんですか？仲良くということは考えたことはないですけれども、事前にその仕事までの間に、今日使う会議の資料とかはやっぱり読み込んだりとか、その会社さんとか、競合他社含めて業界のその専門用語とかはやっぱり事前にチェックしとかないと何が飛んでくるかわからないので、そういった勉強はかなりしていますというところと、会議の目的は必ず確認するようにしてますね。その伝えたいのか教えたいのか、
情報共有なのか、なんか意思疎通としてこう議論をしたいのかとか、情報を吸い上げたいのかっていうところでも全然話し方とか、何をこう深掘りしていいのかっていうのが分からなくなったりするので、その会議の目的は必ず聞くようにしていますというところと、あと話し手の方のその出身の国とか話し方とかをやっぱり先に知っとかないと、いきなり初対面の人のこう英語だったり日本語とかを聞いても聞きづらい部分とか、どの発音でどういうふうに喋るかっていうのが分からなかったりするので、必ずそういうの人の話し方の癖みたいなのは先に話をしてですね、意識して聞くようにしてます。うん、あとなんかその仕事の上で一番こうストレスを感じたことは何ですか、今まで。ストレスを感じることは、そうですね、やっぱりこう専門用語とか社内の用語とかも多かったりするので、このアジェンダに事前にこう伝えられてなかった内容から外れてトピックどうしたりするときは、なんかもうちょっと先に言ってくれればもっとよくできたのにっていうふうに思ったりはしますね。うん、あとそのなんかもしかして通訳をやっとったことない会社に対して、はい、なんかこう今まで通訳者というのを雇ったこと、外部として雇ったことはないけれども、通訳を雇うメリットって何ですか？もう圧倒的にやっぱりこう、なんていうんですかね、コストが下がるというか、その自分たちで何十年もかけて、まあ、語学を学んだりとかするよりかは、通訳に依頼しちゃった方がよっぽど安全ですし、トラブルも少なくなるんですよね。多分自分たちが拙い英語とかである程度、まあ、日常会話とかができる人であっても、契約の話とか提携の話とかになると、やっぱりそこにはプロの通訳を入れといた方が不利にならなかったりするっていうところもあるので、そういったところをこう使う方がメリットはあるんじゃないかなっていう感じがします。社内で通訳の人を置くよりも、多分通訳を雇って1日2日だけポンってこう外注しちゃった方が、多分よっぽどメリットは大きいんじゃないかなと思います。うん、まあ私たちこうやって通訳の仕事をしてるんですけれども、もし通訳に興味あったら、この動画の下 の、はい、リンク欄に私たちの情報を載せておきます。通訳について の、はい、コメントなども YouTube の下でぜひ書いてみて、そしたらうちら時間があるときに全部答えしますので、よかったらコメント欄にコメントを書いてきてください。今日はこの通訳の話聞いて、こうお話できてすごく楽しかったので、また次回お会いするように。バイバーイ、はい、ありがとうございます。バイバーイ。